じゃあ行きましょうか。はい。はい、というわけで、エゲセンス第3章の6。なんか修行とかやらせてください。ある意味、こっちもちょっと何をやってるんだというような話になります。あれはないですか？そっちは振りたいですね。まあ、ちょっと待って、マイク近づけますね。すいません。少々お待ちください。ありがとうございます。まあ、大して革新と発展なんですけど、まず1970年代の後半から1980年代の初めですね、ダニガンと SPI が活動してたおかげでホビーオーゲーム、まあ、要するにオーゲームの世界が活気があったと、まあ、確かにそうですよね。日本に入ってきたのもまあこの辺ですし、そうこれ、ね、うん、まあ、活気あったってアメリカだけの話なんだけどね、結局。まあ、そうですね。それに付随して、まあ、輸入してる国がちょっと。イギリスとか、うん、って感じですよね。イギリス、日本ぐらいかな。あと、カナダか。まあ。大陸、ヨーロッパは、まあ、フランスはどうだったんでしょうね。フランスはあんまりなんだよね。ない国に近いんじゃないかな。フランスのゲーマーなんて、本当最近だからね。まあ、最近って言ってももう30年ぐらいになるけど。この時代ではなかったって感じ。このスペインなんてもちろん、まあ、スペインまだ国がちょっとねそうですね、この時代のスペインはまだちょっと荒れてた感じですよね。でドイツは多分やってる人はいたけどちょっと危機感があって日本以上で、そうですね、まあ、西ドイツはなんていうか日本よりももうちょっと狭いマニアのものっていう感じですよね。だからこそユーロゲームができちゃうわけだけども、うん、まあでも伝統があるから、ね、ミニチュアゲームもなんかやってるわけでしょ。ミニチュアゲームはイギリスのイメージですよね、やっぱり一番強いのは。あのなんだっけ、あの大砲からボンと飛ばして、ボンと飛ばす、リトロー、リトロー、うん、リトローか、あれイギリス、そんなイメージがない。イギリスってあるの好きなのかね。好きなんじゃないですか。イギリス好きでしょう、うん、明らかに。あのリトルオーズもイギリスだし、フェザーストーンもイギリスだし、そのあとウォーゲームダイジェストでしたっけ、もうイギ、なんかウォーゲーム雑誌の昔のミニチュアを、ミニチュアウォーゲームは大体全部イギリスじゃないですか。そうですね、まあ、イギリスミニチュアが好きだし、ゲームが好きだし、掛け事好きだし、だから全ての要素が揃っちゃってるから、そうですね、あんまりウォーゲームで掛けやる人は聞いたことはないですけどね。掛けないだろうな。なんだっけあれ、チキチキババンでしたっけ、あのあれをミニチュアゲームやってるババン出てくるんですよ。あれをなんだっけ、あの今いいとしたじいさんが翻訳してる、あのダイスメンっていう、あの、ゲームズワークショップの、うん、初期の本の回想録、回顧録かで、あのそのゲームズワークショップが輸入してた、うん、ゲームの話で、あのフォークランド紛争を扱ったゲームを、あのメイフェアが、あのアメリカのメイフェアが作ってて、はい、それをこれはさすがにまずいだろうつってこう、あの入れなかったんだけれども、うん、なぜかあの新聞がなんかあのゲームズワークショップが輸入したことになってて、なんか大問題になって、俺たちせっかく止めたのにみたいな。そういう、まあ、あの紛争の当時、紛争当時です、当時です、1980年代の頭、日本も朝鮮戦争がねちょっと問題になりましたね。まあ、日本はでも朝鮮戦争はまあ作りはしたわけじゃないですか、それは、まあね、その輸入を止めさえしたのになんか怒られるって、さすがにそれは理不尽じゃないのか、ね、結局メイフェアのゲーム入ってきたけどね、日本に。日本にも入ってきたんじゃないですか。まあ、日本はだってフォークランド紛争なんかもう完全に他人事だから、ね。イギリスでも怒られるんです。そう、イギリスでも怒られるんだって。なんか全然あれじゃないですか。禁止大国の人だと思ってたんですけど。だからやっぱり足元にあれがあると、でも足元でもないじゃないですか。いや、紛争はまあ確かになんかまあ死んではいますけど、でも、はるか遠くの植民地ですよ。まあね、そんなもん、他のあらゆる国からお前の自己職よって言われるような紛争で。本当にイエスも何を今更な感じあるんだけどね。そこでつつくのって今更。でもちゃんと怒るんだイギリス人って思います。いろんな人いるからね。うん、ウクライナはなるんですか。どうでしょうね。アメリカ人はどうせ作るでしょうけどね。まだ奇数がよくわかんないから、ね。わかんないですよ。何でしたか、1975年にアバノヒロの公演で、まあ、ゲームコンベンションの有名なオリジンが始まる、はい、結構遅いですね、75年だから。なんか人口よりはだいぶ後なんですよ ね、うん、もっと早かったような気がする。60年代の、割り振りでしたっけ、もうちょっと、いや、さすがにそうでもないか、あれ同じくらい。人口っていつだ、うん、じゃあ調べよう。60年代は少ないかなと。もっと70年代か、70年代か、そっかそっか、まあ、かもしれないね、
なんか TSR が始めたコンベンションでいいんでしたっけ？ジェンコンは68年からで、商業化されるのが同じ年じゃないかな、オリジンズと。75年ですかね。素晴らしい。ですよね。なんかそんな記憶もなくはないな。そんな頃だと思いますよ。TSR による商業化は76年。まあ同じぐらいですね。まあ同じぐらいですね。でも68年からやってるのは最初はなんか仲良し絶対そうですよ。だからゲーム会で、うん、で結局それはだからアメリカの全国規模で何かお祭り事ができるような雰囲気だったわけですよね。そうですね。まあ、それは1975年でベトナム戦争終わったのと関係があるかないかちょっと掘らないと分かんないですね。ベトナム戦争終わりって何年？75年アメリカも停止しちゃってますけどね。あの例のヘリコプターからこう乗せてくれてやってたのが75年ですよ。よく覚えてますけど、中学だった中学生だったけど、その時最初どこでやってたんですか？オリジン最初どこだっけ？どこだ、まあ、世界中が固まってしまった。少々お待ちください。書いてあったかな。ああ悪いの、公演の始まったしか書いてないな。アナハイムじゃないと思う。オリジンが別のオリジンが出てる。リエが出てる。リエなんて一般の国だからいくらでも出てるよそれ。そう、ウルティマのイメージが。ああ、それはもうないです。オリジンズっていうゲームもあるしね。そうですか。オリジン弁当が出てきたよ。オリジン弁当。まあ、そりゃそうだけどさ。あんな。まあ、ありますよ。まあ、スカイプ OK です。多分大丈夫だと思います。出ました。だから、そういうのしか出てこねえや。どうしようもないか。ジェンコンはなんかすごく強そうですよね。大きくなりましたよね。そのやってた TSR はなんかずっとステップ1個みたいな感じ。SR がどっか行っちゃったし、ね。今年もでもね、結構なもうでっかい感じでバーンってやってますよ。人が集まるからすごいんだな。そうですよね。まあいい話進めちゃいますね。ですね。このオリジンというのはゲーマーが集まって、いやデザイナーが集まって新しいゲームと直接顔を合わせる場になったと、まあまあそれはコンベンションだからそうですよね。でそこで新しい話題が出たり新しい方法がたくさん登場して、その逆として最新技術を使ってないデザインしたゲーム、新しいゲームは不人気だになったと。最新技術を用いないし、いや、いい表現だな。いや、つまり流量ただ使いましただけだというやつは不人気だった、はいはいはい、シナリオ変えただけっていう、うん、いや、多分 SPA そういうゲームいっぱい出してたような気がするんだけどな。まあ、だから不人気だったんでしょうね。まあまあゲーマーの一般としては何かそういうもやもやもやっとしたものがあったわけですね。新しいものへの期待のようなものが、でまあこの時期にモンスターゲームになるものが何なんだろう、あの古生物界でカンブリア爆発みたいな感じで何かバッときたんでしょうね。いろいろ出たんです、うん、恐竜進化始めちゃうわけだし、そういうことっていろんなところであるよね、うん、もう一度いろんなところでありますよね。でこの時のゲームはだから詳細なことはより現実的なもんだという確信を持っていたわけですね。なんか私もそういうとこありましたけど、その反面プレイアビリティの関心がなかったと、やりやすさとか全然考えてなかったけどね。まあでも20年後にはこの辺の発想は全部コンピューターゲームの方にまあ持ち込まれるわけなんで、まあまあだからコンピューターゲームでやりたかったところなんでしょうね。コンピューターゲームだとなんだっけ、太平洋の嵐だっけ、なんだっけ、あんなのもそうだよね結局。ああまあコンピューターゲームだったらできるので、こういうのデータ処理できますからね、はい、信長の野望もだんだんデータパラメータ細かくなったりとかね。確かにそういうところありますね。それを人力でやろうという恐ろしい時代だから。まだコンピューターがみんなのものではなかったから。そうそう、この時代のコンピューターでやる自体もかなり。米軍のコンピューターだって所詮あんなんだと。そう、あんなだった感じありましたからね。これ。ドットでしか表してないの、一応。とかね。
で、まあ、最初の頃の要するにチャールズ・ワイドがゲーム作り始めたことってのはコマが100個送ることはまれだったと。まあまあそうですね、確かそんなもんで、そんなもんで今見ると逆によくできてるんですね。だから、あ、遊びやすいじゃんみたいな。でもその頃のゲームはそういうふうに思わなかったと。まあ、まず1973年に GW って会社がドランクナフハウスで、ちょっとこれ書き方間違ってたな、で最初のモンスターゲームを出します。東部戦線のゲームですね、まあ、パーラさんに言うと大ゲームは無双の具現化だそうです。まあ、だからそう、無双を具現化したいというその欲求が前に出てるわけですね。そういうことですね。やっちゃいました、やっちゃいましたって、やりたかったんです、でもね、大きなゲームって言ってもゲームマップ5枚ですよ、たかだか。この範囲ぐらい。どのくらい時間かけたんですか。そもそもそんなやった人いるんだろうなって。ひどい。そうだよね。まあ、2時間じゃ終わんないでしょ、間違いなく。1日でも終わんないよ。いや、終わんない、終わんない。1日で終わるわけない。この手のゲームやるとき、まず1日かけて配置して、で、翌日やって、夕方になって、まあ、じゃあやりますかって、時間みんなないし、みたいな。真面目にやったら多分3日制とかじゃないですか。でしょうね。で、多分思うにテストプレイちゃんとやってないんだろうなという感じですね。でまあまあ、ゲームアップ5枚と1700個の駒だから、そんなにモンスターでもない、まあ、モンスターだけど、自分後のモンスターゲームと比べたらまだまだ、ただ物質とかに置いといてリレー形式で遊べばいけるじゃないですか。うん、でまあ、それで独創戦の前半を再現しましたと。でまあ、物好きがいるわけで、後に4枚半の追加マップと、つまり東部戦線のこうヨーロッパだけだったのがさらに奥のモスクワの方までくっつけてやりたい的なことですね。もっと続きやる、だから続きやりたくなるんだ、これ多分最初やったんだろうな誰か。まあ、マップ4枚の追加ですけど、コマ1900個ってちょっともう拡張キットとして出してしまうって何なんでしょうね。ノリはわかるんですけど、今出したかったんだろうなって感じです、うん、まあ、やりたい気持ちは非常によくわかるんですけど。で、まあ、SPI 社もこれに追随しまして、まあ、同じ東部戦線テーマで、これオーインジースト、私これやったことありますけど、もちろん全部なんかやってないですよ、うん、ね、ゲームサークル大学時代にいるときに、あの学園祭でマップを置きっぱなしでとかいう感じで、はいはい、うん、ちょっとそれでもね、どんくらいやったんだろう、ターンにして多分10ターンもやってないんじゃないかな。もちろん1人2人でやってないですよ、うん、他人数で。まあ、オーインジーストっていう東部戦線版が出る、それから今度西部戦線版のフランスとかのやつですね、オーインジーウエストっていうのが出ました。あ、そうそう、これ私この2つくっつけたオーインバージョンでやったんですよ、他人数で。他人数でやるってことは、こっちの先生は誰がやって、こっちの先生は誰がやってみたいなものを同時並行的にやるみたいな感じですね。ですね。で、コマの貸し借り的なことをやるっていう。なるほど。まあ、意外とそういうことないんですよ。全部自分のところにかまげてて。はいはいはい。だからまあ、今みたいな、うん、考え方でやるんだとすれば、だからイメージとしては何でしょうね。なんで？あのエクイプスとか、あとはなんだろう、看板娘とか、なんかそういうなんか同時並行的になんかいろんなゲームをしてみたいな感じのが、ちょっとそういう風に看板娘をいくつかくっつけてやる、くっつけてやるみたいな。だからマルチじゃないんですよね。うん、ああ、私はマルチじゃない。そう、二次元。他人数プレイであるけどマルチではないという。だけど現実にそんな連絡がいいわけじゃないから、うん、まあ、あの結構リアルかもしれない。そう、なんかある種のリアルさはあるんですよ。あれ、こっちがうまくいったらなんか全然負けてんじゃんとか、なんか補給来ねえけどみたいな、そういうあれみたいな話やね。なんか真面目に今かあのリデザインを考えてもいいかもしれないなと、ね、ちょっと思いますよ、ね、こういうと。あの結構面白いですよ。もっと小さいゲームでこれやればできるから、うんうん、これ大きすぎてできないんで、てか手に余るんでちょっとだけど。うん、あの芝居とかで出てるのあるじゃないですか。ああいうのはね、やってみると面白いですね。うん、で、どこ、あ、そっか。で、これがヨーロッパのバージョンが多分ヒットしたからでしょう。今度地図7枚とコマ1600個使うウォーインザパシフィックというゲームが、これ日本で発売されたんですよね。ウィージャパン出したんですよ、日本語バージョン。買った人がいるじゃないですか。買った人がいるかどうかは、まあ。買った人がいるし、私は買った人に見せてもらってますけど、私は買わなかったけど。
中央公論の編集長やってた横山さんってが自分で作ってましたよ。あれね、私一回見せてもらった、うん、太平洋戦争、はいはいはい、畳、3枚分くらいやっぱそうなっちゃうよね。すごい物好きというのは物好き、自分たちを作ってだから好きな人がどうしてね、一回対戦見せてもらったけどね、大変だった。大変でしょうね。まあ、うん、まあ、まあ、まあ、戦争はそれはだって時間かかるわけです。まあね、3年8ヶ月とも3日でやるってことだ。3日でやるってことだ。別荘を持ってってもう広げとくんだって。はいはいはい。うん、それしかないですよ。それしかない。結局日本でやるときに寝くと広げとく場所がないなんですよね。そう、住宅もね。ウィークリーマンション借りてる。泊まりがけでしたもんね。まあね、それこそ旅館、なんか2日借りてみたいな感じでしたよ、確か。うん、いや、まあ、オインザパシックはすごいゲームでしたね、見たけど。これはちょっとダウンサイジングしたような感じで、パシックオーというゲームを後で、うんうん、ビクトリーが出しますけど、それでもかなり重かったからな。でも、ピーター・パラさんはなんかね、オインジーストとオインジーウエストまではなんとか複数にやりたけど、パシックのはもう理解できなかったと投げてますね。で、イーストとウエストの結合プレーも理解できなかったって投げてますよ。私はやりましたけど。で、この頃の伝説にして、このモンスターゲームを一人プレイやった人間がいるという伝説が流れていたそうです。いるんじゃないかな、だけど。いるんじゃないですか。むしろ一人がやらせるからね。それ面白いかどうかって言ってましたね。なんとも言うけど、アメリカの住宅事業ならな、多分できるんでしょうね。で、これがまあ大きな、なんて言うんだろう、サイズとして大きいっていう、ゲームのサイズっていう意味じゃなくて、扱ってる範囲としてでかいゲームの話で、今度もっと極限の戦場の単位のモンスターゲームを作られるようになって、それがマーシャルエンタープライズのナポレオニックのゲームのラ・バタリド・ラ・モスクワですね。まあ、モスクワが、モスクワ攻防戦って訳しちゃうとおかしいのか、バタイは戦いなんですけど、映画にするとバトル・オブ・モスクワなんですけど、別にモスクワで戦うわけじゃないです。そうですね、うん、ですね、まあ、バタイの話はちょっと置いといて、ドランクナッハウス戦とかイースト、オインジーストとかオインジーウエストはルール自体は複雑じゃなくて、確かにそうなんですよ。そんなに一般の作戦級ゲームのルールを使ってただでかいというものだった感じはあります。あと生産ルールってあって、駒作ったりはできないですね。新しい舞台生産して増やすとか、だから資源取らなきゃとか、そういう話もあるんだけど、これ駒っていわゆるチットなんですか、エースのユニット、たさみ何畳分の駒を吹き飛ばさないという、この自制心が皆さんに求められる、ね、猫とか来たら終わりだ、終わりですボードゲームの木の駒ですらすぐ吹き飛ばしちゃうねえ、子供と猫はもうそれこそゴジラになっちゃうぞ、ね、まあ、でルール複雑じゃないんで、ゲーマーにも評価にも好評を得したと。まあ、好評でしょうね。みんなやった上で好評だったわけですかね。いや、これはやった上でだと思いますよ。すごいな、昔の人は。いや、まあ、私でさえやったことあるわけで。やったというのは最後までやったという。それは多分ね、ないと思うな、あんまり。あんまり最後までやったって人の話は聞いたことない。シミュレーションゲームの人たちの応用さですよね。その最後までやらなくてよしとするみたいな、ね、まあ、だって勘どころが分かりゃいいんだからみたいな。そうそうそう、ボードゲーマーってそういうのないから、ね、ないですから、ね、一応最後までやるから、ね、やるから、ね、まあ最後までできるように作ってありますしね、大概。まあそうね、逆に言えばね、最後までやれないと評判悪いから、ね、評判悪いですからね。あ、でも将棋なんかは投了があるか、本当の意味の最後まで。あ、だから2人ゲームは別にいいんですよ、うん、ただそうじゃないのは、ね、そうじゃないから。まあ、マージャンだって投了されたら困っちゃう。マージャンは困りますよね、あれは。投了です。うん、あとはもう3人でやってください、ね。それはちょっとまずい。逆にだからさっきの問題が出ちゃうわけで。うん、じゃ最後のやつ上がっちゃったらどうすんのみたいなね。でも上がることは認められないでやってるのってそれ何になっちゃうしね、うん。ただ作業やってるだけになっちゃうからね。まあ、で、こういった大きなゲームは複数プレイヤーの経験を
する機会を提供しましたと。それが 何かというと、要するに指揮したり部下の、要するに誰かトップでリーダー作って他に何か下につけてやってみたりして、要するに軍隊なんかの指揮の問題をルールを作らないで実体験できるよっていう、まあ大学のサークルなんか結構これ楽しんでましたね、見てると。あの先輩で後輩で、まあ、3年生が指揮官やってたみたいな。だからゲーム楽しむっていうよりサークル活動を楽しむ。まあそうですよね。でまあご多分に思われずピーター・パーラーさんも大学時代に6人がそれぞれ3人チームに分かれて OG とプレーしたと、でこの時は30分の持ち時間を制限し独自にローカルルールで作ったらしいですね、読むと。じゃないと終わんなくなっちゃうってなるんでしょうけど。でまあ誰かが駒を配置して、でその後自分が東部戦線の中央の、まあ、マップの3枚のマップの真ん中のマップとか、そんな感じで、じゃあ今度やってねとか言われたら、その前任者が配置が悪くて前線の数百のユニットの展開、私が覗いちゃうと綿密ではなかったと。要するに前のプレーがろくな置き方してないからひどい目にあったよということなんですが、パーラーさんはここでドイツ軍プレーなんてひどい目にあったと。あの実際これ本のことだともうちょっとひどい書き方してますけど、でまあゲーミング用語でのパニックの意味を学ぶ個人的な体験をしたそうですこれゲーミング用語のパニックというより多分軍事的意味でのパニックの方が近いんじゃないかなと思うけど、でまあ上級司令部による失敗を知らずにすることの不満とか、まあ、これよくありますね、実社会でも。で奇襲受けたり電撃的な突破されたことによって引き起こされるパニックについて直接に経験をしましたと。そうです、よくできてるんじゃないかな、リアルに体験できるんでしょ体験したわけですよ、まあ、よくできたと思いますよ。それはシミュレーションゲームなんでっていうそのメリットですよね、こういう楽しさは。これただね、前任者がね配置が悪いからこうなったとばかりも言えないような気がするんですけどね、ソ連軍やったわけでしょっていう、大体ドイツ軍でしょみたいな、で東部戦争の初期じゃないですかっていう感じはありますけどね、まあ、どっちにしてもこういうところは確かにいいゲームではありましたよ、このゲーム。で次がテリブル・スイフト・ソードの、これは南北戦争のゲームです。テリブル・スイフト・ソード、まあ、日本でいうとこの軍歌のタイトルかな。まあ、この体験では書いてあって、体験できるモンスターゲームとしては印象的だったと。もう細かい体験なら走りますよもうこれはぜひ了承します。でまあどうもう一緒だけど、全プレイヤーが、要するにプレイヤーのやつがゲーマーみんながモンスターゲームを望んでたわけではないというひどく当たり前なことを書いてますけど、そうですね、まあ、いつもそんなことやりたいというとやっぱり少人数でバランサーとしてミニゲームが流行るようになったと。でミニゲームに2つタイプがありましてみたいに書いてあって、1つは SPA のストーンウォール、これも南北戦争ゲームですけど、に対するモンスターゲームの戦法、要するにミニゲームのシステムがあってそれをでかくしましょうというのがモンスターゲームだと、この場合の南北戦争のということですけど、ルールは複雑なシステムだけで物理的に実際だから、そのモンスターゲームしちゃダメでしょっていう話なんですけど、テリブルスイフト・ソードが要するにそういうゲームだったらしいんですよね。でまあ凝ってるけどちっちゃいからプレイできますよみたいな、まあこれもよくあるタイプですよね、シミュレーションゲームだと。むしろそっちの方に進化してるかなって感じがする。こうしたゲームはグレートバトルズ・オブ・アメリカン・シビル・ウォーとして知られる一連のゲーム、これ連作ってことですよね、で連作だからつなげることもできたりとか、それからどこがミニゲームだって言いたくなるようなスコートリーダー、スコートリーダーってここに入るんですかすごいな、まあ、マップはそんなに大きくないからねって、でもこれどこがミニゲームなんだよっていう、衛星って相性なんかこう地下室から地下道から中が湧いてくるやつでしょいやスコートリーダーはまだいいけど、アドバンススコートリーダーってこんなあるからね、しかもあれバージョンアップすると今度差し替えますからやってるからね、でも覚えてたやついるんだよな、あれルールを、多分そのスコートリーダーです、スコートリーダーをミニゲームと言ってしまう、このなんていうかいや確かにね、スコートリーダーで最初目指したものはあの規模にしてはミニゲームなんですよ、やりたかったことは、でも結果としてモンスターゲームになっちゃってるんだけど、
大学の部室のなんか使われていない一部屋があって、そこに朽ち果てたスコードリーダーが置いてあるのがすごく印象的なぜなぜなんかいろんな人たちが共用で使って、多分、ね、大学闘争の頃からなんか使われた部屋ですごい部屋だな。でもなんですごいスカッといろんなものが、ね、置いてあるんですよ。そうなんか山岳部の人がなんか死んじゃった追悼号とかが置いてあるなかなかすごいなそれ。いいや、あの部屋よかったな、うん。それから GGW の、まあ、これででかいメーカー3つ目ですね。サードワールド、これ俺持ってたような気がするな、この資料忘れちゃったけど、まあ何かっていうと第3次世界大戦ですね、やってくる。だからでかい、確か核戦争のルールとかもあったんじゃないかなという記憶が何とかあります。どうだったか忘れてましたけど、それからビクトリーゲームズ、これは SPI が潰れた後にできた会社ですね。まあその辺の話ちょっと後で出てきます。ガルフストライクとエイジアンストライク。ガルフストライクって何かというと、要するに湾岸戦争的なことを、まだ湾岸戦争が起こる前にできたゲームですけど、これも私やったことはあります。一応はあんまり面白いとは思わなかったな。仮想状況ってことですか。架空戦ですね。現実になっちゃったけど、うん、そうね、うん、イラン革命の後ですね。あとですね、イラン・イラク戦争がもう始まったぐらいじゃないですか。ちょい前ぐらい、ちょい前ぐらいですか、うん。だからリアリティがあったんですかね。リアリティありましたね。で実際、こんなアメリカ軍強いのと思ったら本当に強くてびっくりしたって噂はありましたよ、そういう話は。なるほど。いやでもどっちかというと我々の世代とその湾岸の強さのイメージがあるから、その後のなんかアメリカ軍が常にグダグダなんですよ、うん、あれこんなんなのアメリカ軍ってあれってね、結局そこでまたイラク戦争とかちょっと原点回帰してんじゃないみたいなとこあるけど、あとエイジアンストライクはそれのまあアジア版ですね。現実化しなきゃいいんですけど、うん、でフリートシリーズ、これはまあ海戦ゲームでいっぱい第2艦隊とか第6艦隊とか第7艦隊とかあるんでフリートシリーズって言うんですけど、何が近いかな、やってるノリとしてはレッドオクトーバー終え的なノリが、うんうんうん、ただレッドオクトーバー終えの元になったゲームはこれじゃないですけどね、ハープンですけど、あれはそれからウエストゲンドゲームズの南北戦争シリーズですね。でこれは1980年までこういった流れは続いてるよて、要するにこの本が出された頃まで続いてるよって話ですね。だからガラストレードのでも80年代じゃない、そう、この本はそうですもん、うん、考えてみたらそんなに、90年ぐらいの本でしたっけ。そんなもんですよね。だからまだウエストゲンド生きてるんですね、ちょっと、はいはいはい、アバロヒロももちろん生きてるし、そうですね、そろそろあれじゃないかな、トリビアでまたヒットするんじゃないかな、うん、この頃の頃ですよ。それから別の第2のタイプは SPI のクオードゲーム、これ日本だとクオードリって言った方が取りやすいですね、うん、同じシステムで4個1組のゲームパックで、要するにいろいろ同じな違うゲームが4つ入ってあるんで、うん、その中にバラ売りもしてたし、うん、4個こう束にして、うんうん、売ってたりとかも咲いてました。これ遠藤とかでよく売ってたんだよな、うん、でこれは小さな地図って言ってもハーフマップ1枚ぐらいですけど、それと100個未満、まあ、100個前後って言った方がいいかな、ここまで。ただこれ面白いのはバラ売りしてるやつだとサイコロがついてないもんだから1から10までのチットが入ってて、うん、それチャンカなんか入れて引いて、はい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 、1から6か、うん、デミはそれで見なさいみたいなルールがわざわざ書いてあったりって、プレイ時間も2時間ほど、まあまあそんな感じでしたね。これ結構舐めたゲーム多かったんですよ。確かにここで書いてあることは間違いじゃないんだけど、初期相手が敵と味方一コマずつとかね、とんでもないゲームあったりして、何舐めてんだこいつみたいなのあるんだけど、まあそれがつまんないかっていうのはまたちょっと違って意外と面白かったりってもあるんですけどね。小さな単純なゲームはいろいろなところでデザインされたと、まあ作りやすいですからね。で新人のプレイを引き入れることが期待されると、これがまた日本でも再現されますね。これでもあんまりうまくいかないんじゃないかな、結局、うん、初期化とかこれ結構やってましたけどね、ロンメルアフリカ軍団を小学校5年の時に金田先生にこれやるなって言われてやった面白かったですああ
彼ら先生なんでイラクまであんなもん持ち込んできたんだろう。でまあ、こういった単純なゲームの導入ゲームの必要性はやっぱり感じられてたり、それはあんなモンスターゲーム作ってたらゲームはみんな離れちゃうんで、まして新しい人にゲームやんないなんて言えるわけがないから、こういった簡単でちっちゃなゲームっていうのはいろいろ必要性は感じられたけど、うん、ただあんまりうまくいってなかったんじゃないかな。ゲームに多量のハードデータを含ませず、これまた悪い方向へ別の大きなゲームに補強するようにしちゃうと、こういった傾向を手術した専門的な細部事故にやたらこだわる人ですって。で特に戦術級ゲームって言われるのが、まあ、先ほどのスコードリーダーが一番いい例ですけど、まあ、データの状態を求める領域を出してどん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 こう追加が出てきて大変なことになっていくわけですけど、まあ、その前段階でトブルクというゲームがありました。これは技術的に素晴らしく称賛されたが、同時に多くの人に非難されたゲームでしたと、うん、要するに細かいんですよ、いろいろと、うんうん、だから好きな人は好きなんだけど、いやそんなもんやりたくねえよっていう人は当然受けが悪いわけですね。であと、詳細で技術的な正確さを求めたゲームが現実的かどうかっていうのはまた別だと、モデルをちゃんとモデル化がちゃんと行われているかどうかっていうのは別の話ですもんね。だそれが結局戦術的なドクトリンが抜きにして細かくしちゃったという、うん、だから実際だったらもう当たるか当たらないか遠距離で球打ったりなんて球もったいないしやらないけど、ゲームだと確率が36分の1あるからとりあえずやってみようかとか始めちゃうんでダメだよねっていう。ですね、あと定量ができないものというのはなかなかこれ精密さを持って扱えなかったんですね。式とか、まあ、式って2つありますけど、コマンドコントロールと、あ、コマンドとコントロールだとモラルですね、要するにやる気の方と、あと指揮官のその上手い下手的な問題とかもありますけど、このいわゆるモラルの話、モラルの話っていうのは、うん、この辺のいわゆる、ゲームホビーゲーミングの、世界の方が導入は早かったんですよかな、そんな気はしますね。まあ、でここでまたダニーさんが出てきて、こういったことも定量化しようと、ここそもそも定量化できるのかなって気がするけど、まあ、まず手っ取り早いのは、その指揮官の、まあ、信長の横で言ったら武将のランク付けですね。10から1ぐらいまでランク付けて、10の方が1よりは当然強いみたいな。あと指揮官制難しそうですけど、要するに、指揮官がいてその周りの5ヘックス以内の駒だけ動かせとか、そういうやつですよね、単純なの。あとサイクロフって動くか動かないか決めるとか、いろいろ複雑化してきますけど、これもまた。あとパニックの概念ですね。さっきはゲームでやったら本当にパニックってなったけど、むしろパニックというのをゲームのルールとして作ってどうのこうのっていう試みですね。これも良し悪しなんですけどね。であとミニチュアゲームからいろいろこういったものの考え導入してきました、うん、ダニマンの。ミニチュアが先なんですね。なんかね、でもね、ダニマン一番最初にジェットランドの回線ゲーム作った時、ボードゲームじゃねえや、ミニチュアゲームか知らねえよとか言ってたはずなんですけどね、パラさんもそんなこと書いてたような気がするんだけど、まあまあその辺はちょっと。どこからか学んできたんです。不問に不足得なのですもん。パラさん感じたとこで突っ込まないんだよな。あとロジスティクス、まあ補給のことですね、うん、これはゲーマーの永遠のままご、まあ、そういうふうに本で書いてますけど、要するにルールとしてめんどくさいんですよこれ言うと、はいはい、ゲーマーがやりたいのは殴り合いなわけでこれはやっぱりそのウォーゲーマーって感じですよね、なんかこう、うん、やっぱり殴り合いたいんだっていう感じが、ユーロゲーマーはなんか補給ばっかやってたイメージじゃないですかね、うんうん、なんかガラッと変わってるとこありますよね。ユーロゲーマーの目指してるものがっていうのがありますけどね、ユーロゲーム自体の殴り合いを避けてみたいな意味合いで、まあ、教育的なゲームっていうのがあったから、ね、そこで言うとさっき の, インカの話じゃないけど、うん、チキンレースだけでやるのか、そこで交渉してウィンウィンっていうのを認めるのかっていうのもね、デザインの方向として分かれちゃうわけですよね。で、まあ、こういったものを
影響を正確に表す試みをしたのがオペレーションクルセイダーというバラでかいゲームでしたけども、これ北アフリカの砂漠の戦いのゲーム、砂漠の戦いのゲームだから補給が大事だって言った方がいいんだけど、これともう一個なんだっけな、すごいでかい北アフリカ戦のゲームがあったんだよ、忘れちゃったけどタイトルを、まあ、それでイタリア軍は水の消費量が多いとか変なルールがあって、なんでかって言うとパスタ茹でてるからだよとか都市伝説的なルールがあったんだけど、それのおかげで後々日本の漫画でヘタリアでその話が真に受けて使っちゃったという流れがどうもあるみたいですね。へー、うん、どっからどう流れてたのかよくわからないけど、それからまた別の試みもありました、六角形のグリッドって前は随分古臭い書き方してる、要するに X ですね、を使わないゲーム、まあ、ディプロマシーがその始まりだよって言ってますけど、エイリアンを使うやつですね。もうこれは別に説明する必要がないし、エイリアンを使うゲームは別にディプロマシー始まるも何もって感じですけど、ね、別にリスクだってそうだし何だってそうでしょって感じですけど、そうなんですよね、なんでディプロマシーに始まるにしちゃったの、まあ、だからオーゲームに近いジャンルで、でもまあそれでもリスクリスクはいいと思うけどね、と思いますけどね。でもディプロマシー最初見たときはすげえなと思ったけど、いやエリアがじゃなくて、もちろんあの交渉のシステムのことですよね。ていうかディプロマシーをエリア移動ですあなんか論じる人はいないでしょう普通はね、それからナポレオニックで見られるポイント2ポイント、あの牧草があって、はいはいはい、そういうことを置いておくってやつですね。なんていうの、確かにこの時代同時大臣としてああそういうのやってたよねっていうのは、まあ、ポイント2ポイントもまあなんかあえて、でもそれウォーゲームの文脈ではこれは確かになんか、うん、あえてみたいな感じはしますから、ね、まあ、ファミリーゲームではもうごく普通のあれだと思います。そう、ファミリーゲームでやってる方なんていうかな、小の導入って感じはしますよね。あともっとより急進的なルールの変化として、プレイヤーが交互に手番を、要するにターンシステムじゃないシステムを、うんうんうん、試みられています。あとは駒を見えないようにする隠蔽とか、あと、まあ、これもめんどくさいけど X1 から101に動くみたいにプロット全部しといて100個もあるもんでプロットするって違いかよって感じするけどでワッと見せて、じゃあこれこの通りに動いてきますってやるっていうのも、チット免疫システムとかもこの辺、その辺ですね。みんな同時再現性の試みとか、あと、まあ、いわゆる軍事でいう戦場の切りって、相手の状況が分かんないっていう、完全に情報ゲームじゃないからっていうところの再現ですね。まあ面白いんですけどね、めんどくさいんですよこういうのは。チット免疫システムとかユーロゲームでもやればいいのかちょっと思います。ああ、そうね、あんまり見ないですね、確かにあんまり。移動をプロットする方式、要するにどの駒がどこに移動するっていうことを書くっていうのは、これエリアだったらディプロマシーもやってるわけですけどね、エリアどこどこサポートとかホールドとか前進とかね、あれ少ないからできるんであって、まあ、なんか多くなってくるとだんだんきつくなってくる。それヘックスなゲームでさ、で100個も困ってやる。100個困ってプロットやだな、死んじゃうかもしれない。プロットじゃなくても死にます、ね。いやむしろでも時間制限を区切ってかけたとこまで移動できるとかにすればなんか別種のゲーム性が出てくる。ある時代の再現ってそれあると思う、昔のルネサンスぐらいの戦争だったらそんなにいろんなことできないから、うん、ありますよねそういうの。でまあ、マナサスとカンプパンツァーとかデザート王とかいろいろありましたけど、これら大量のペーパーワークが必要なことが決定して当たり前だなっていうそれはそう、それから自分の手番に1個ずつ、今では大ゲームって自分の手番に自分の持ってる駒動かしてもいいし動かなくてもいいし部分的に動かしてもいいよっていうのがあったんだけど、逆に例えば VG のベトナムなんかがそうだけど、あれはスタックことかな、要するに自分のターンが来たらこっちに動かしますって動かして、まあ、パスしてもいいんだけども、そういうところで相手が動いてきてっていうのを交互に繰り返していって、全部やること終わったらそのターンは終わりっていう、面白いんですけどこれも結局時間かかります、うん、
なんかこの一度に1ユニットずつ動かしていく方式がなんかこうすごい議論を呼んでるイメージがあって、うん、あのいやそれはただのなんていうか将棋じゃないかというと、うん、いやあのこの方がプレイアビリティがというなんか鈴木銀次郎さんがなんかそんなことを言ってた気がする、うん、あとそれってリアルなのってのもありますもんね、うん、だって一斉に動いたりもする、ね、するんだからっていう、うん、いやあの何なのかな誰だっけな、いやあのウォーゲームはその一度に1個じゃなくってターンごとに全部動かすのがこれが本式のウォーゲームなんだみたいなことを言ってた人が、うん、本式かどうかね。ただダニガンもなんだっけ、まあ、あの本ハウトエーメーカーウォールじゃないや、その前のゲームデザインの方の本何でしたっけ、タイトル忘れちゃった、ウォーゲームハンドブック、うん、あウォーゲームハンドブック、あれであのチェスの例を出して、中世の戦いっていうのは王様がそんなにいっぺんにいろんなことを命令出さないから、あの一個一個動かすのは実はシミュレーション的なんだよみたいなことは書いてましたね。あれも手に入んないんだよな、また読みたいんだけど、ね、あと戦闘の価格を時間に換算する試みというのは非常にこう役が悪いんですけど、なんて言って、まあタイムオブスライスって言うんですけど、あまあこれもいろんな方法があって、例えば1ターン10フェーズあるとして、そのうちの自分がまず3フェーズだけ使っちゃいます、要するに3フェーズ分の動きをしますと、うん、でそこで1回相手に渡して、相手もまた限られたこう動きして、でまた残り10のうちの3使ってるから7を、まあ、2使ったり7いっぺん使ったりできるわけで、時間をそのだってお金的な感じでやり取りするというですね、はい、テーベの東だっけ、あれがまたちょっと違う、テーベとかオリンポスみたいな、そのいくらでも使えるけども、その前またできるやつです、ね、うん、あれは近いけども、けど、ね、どっちかっていうとそのなんかアクションポイントのイメージに近いですよね、アクションポイントのイメージ近いね、うん、でね、これの試みの一つとしてなんだっけな、バトルオースタリングラとかそんなタイトルのゲームだったんだけど、あのチットカップに入れて引いてって、引いたチットが出たところを動かせるみたいな、はいはいはい、ですね、あれすごいな、ドイツ軍が6個ぐらい散ったって、それぞれの部隊動かすんだけど、あ部隊ってもの駒何十番だけど、ソ連軍って反撃用のチットが 1個だけしか入ってないから、ずっと待ってなきゃなんないドイツ軍が3つぐらい来とようやく自分が動かせるターンが来るみたいな、ね、あれはあれでなんかすげえなというゲームでしたけどね、でも意外と面白いゲームでしたね。で、まあ、こんな風にいろんなアイデアが実現化されていって、大体改革の戦闘ってこれ間違えたな、戦闘か戦闘にだったでもいかにも SPI っぽいけどSPI が大体こういうことやってましたと、うん、まあ、そこにいろんなある人はいないと思います。でこれが1980年代に入ると新しいアイデアがでもだんだん枯渇してきます、やりつくことはやりつくしちゃったみたいな、あとやってはいいけどできねえよなこんなのってのもあるんで、うん、まあ、それだけじゃないでしょうけど、81年82年とシミュレーションゲームは停滞時期を迎えました。アメリカの話で日本この頃盛り上がってるんです、実は。そうですよね、82年が一番なんていうか最盛期なんですよ ね、 でそこで SPI が潰れてショックを日本で起こすけど、アメリカのショックと日本のショックって意味合いがちょっと違うんですよ、うん、まあとにかく SPI が放慢経営やってるから潰れるわけでね、こんなことやってるから、うん、で部分的に TSR が引き継ぐことになります、うんうん、もうフォーマン経営の会社からフォーマン経営の会社に結局そうじゃんってね、はい、いやこの辺の会社のイメージがやっぱりすごい強いから、うん、ゲームズワークショップはマジですごいなと思った、うん、なんてまともな会社もうこれでも TSR があれで儲けてるからあそこ当たり商品がドル箱あるから、うん、でまあ80年代の話になります。ここでですね、TSR は SPI の会社引き継ぎますけど、ダニガンがその息吹を吹き込んだ部分を完全には維持できませんでした、うん、ってかそれはできるわけないよっていう、うん、で SPI が出した S&T っていう雑誌は再開されます。でムームズっていうのは評論誌の潰れちゃいます、ここで、はい、で TSR は SPI ゲームの復刻を試みます。まあ一部復刻しますね、まあやんなくていいようなゲームいっぱい、クソゲームいっぱいんで、あと SP が潰れるときに作ってたゲームの一部も出す形になりました。まあでもこうした努力があったけど SPI って巨人は死んじゃいましたよとパーラさん言ってます。ファレスも SPI ですよね、うん、多分覚えてないな。でまあ SPI が死んだってどういうことかというと、ゲーム界によくラバノヒューと SPI っていう二大巨頭のうちの片方が消えちゃって二極構造がなくなったという、その二つの会社が牽引してたんだけども、
だけどダイナの精神を受け継ぐところとしてこれアバロンが手こ入れしてるんですけどビクトリーゲームっていう会社ができました。あのアバロンの子会社という位置ですか。でこのビクトリーゲームのゲームはシミュレーション愛好家には好評でしたという、これはよくわかります。私も結構好きです。スペインの後継するとビクトリーゲームかな、やっぱりウエストエンドのイメージも強いかな。ああ名前出てました。私はね南北戦争とかベトナムとかのイメージが、ただ難しいですねどのゲームも、面白いけど、あとルールブックが読みにくいSBI を釣るあの細かい付帯定規の説明しなくていいからここでっていう感じで、SPI 文法がこう継承されるわけですね。SPI の書き方で書いてくれればいいからさみたいな、その書きたいことはあのデザイナーのノートつけて書いてねっていう感じの、でまあここでイギリス人ができるので、ね、カリフォルニアに移住したイギリス人キース、要するに 3W とかそっちの人ですけども、だ逆に言うとイギリスってそんなにやっぱりシミュレーションゲームって維持できなかったんでしょうね、愛好家いても、ってことになるんでしょうね、ボードゲームは結局それほどの勢力にはならなかったってことですよね。ああイギリスもまたちょっとどん底な時期でしたしね、この頃、経済的に。その70年代の終わりで、イギリスはファミリーゲームというか、まあ、プレユーロゲームの世界も完全におっしゃっちゃったので、うん、でそこからゲームズワークショップがウォーハンマーでなんとかこう再興するのが80年代半ばぐらい、うん。やっぱりちょっと、なんていうかな。ああいう時代だから家庭的に余裕なかったでしょうね、みんな今の日本がそうだけど、ちょっとしんどかったんじゃないですかね。意外と本気でやるとゲームって出費大きいじゃないですか、うん、今の日本ではそうだけど、1万円なんてあっという間になくなってしまう世界ですから、うん、1万円ではゲームはもはや買えない、うん、でまあこのイギリスにはウォーゲーマーって雑誌を発刊します。これも今あるのかな、これまあなんとなくねSPI の S&T と似たような感じの雑誌です、うん、でダニガの伝統の本当かな曖昧な話題なんかこうそれ大学紛争のゲームを出すみたいな、要するに、ね、マニアックな話題というかテーマを探してきて、まあ、それを廉価版のゲームにすること、うん、まあ雑誌ゲームですからね、そういうことを継承してましたと。だ変なゲームが多かったりはしますけど、なんだっけな変なゲーム、サウジアラビアのゲームとかサウジアラビアの第一次世界大戦の時にサウジが独立するんですけど、そのゲームとかね、イブンサウトのゲームかあんなのとかありますよ。なんかこのオーゲームのこの S&T 以来のなんか謎のゲームを雑誌で出していいっていう文化はなんかちょっといいなと思います、うん。あれある種当たってるから何でも出せるっていうのありますよね、いろんなジャンルで。ヒーローゲームだとなんかそういうのは根付かないんですよね、なんかみんななんか雑誌付録のゲームなんか遊びたくないっていうゲームは割とちゃんと遊ぶじゃないですか、雑誌付録、うん、むしろそっちの方がやりやすくていいっていうのでありますからね、安いしみたいな。どうしても、ね、やっぱりユーロゲームは木と厚さの2ミリ以上のボードが入ってないので、うん、遊ぶ気にならないという悪い風習があって、あれがやっぱりいいかな、あれ確かに悪くはないんだよね。いやだからそういうしっかりしたマテリアルに、はい、価値を見出して、価値を見出して、はい、あのウォーゲームってね、なんとなくそのちっとのはなんかちっちゃいのでもいいだろうみたいな、ボール紙のここまでいいからみたいなとかありますよね。それに比べるとこうやっぱりユーロゲーマーはどうしてもね、あのお子ちゃまな精神があってです、あの木でできた立派なもんじゃないし嫌だみたいなのもあるんです。だったらディプロマシーいいんじゃないの？ディプロマシー嫌だ、ディプロマシーとか全然あのユーロゲーマーもやるんですけど、ね、ただユーロゲーマーがあれやって仲悪くないんじゃないかな。別に仲悪くなったりしないですよ全然。ですね、あそこそこ、まあ、ポルターさんが 3W をアメリカに移住させますと、これが1980年初期、まあ半ばですね。で隔月で雑誌付録ゲーム持って困難と言われたと、それはそうでしょう。年に6本ゲーム作るのがどんだけ大変か、しかもスタッフそんないるわけじゃないのにさ、ところが年間13個のゲーム出版に成功しちゃいましたと。
って よく出せたな。いやかなりの多くは SPA がポシャった部分からもらってきてるゲームあるんでしょうけど、じゃあそれ物にしてるってやっぱりダメなゲームいっぱいあるわけで、多分、まあ、大したもんだと思います。もうこんな熱量ある会社ないでしょうね今デザインって。でまあウォーゲーマーの雑誌が成功しましたと。で86年と87年のオリジンでチャールズ・バード賞を獲得してます。でその後で公式に TSR から ST の権利受け継い で、うん、でポルターは表から身を引くことになります、うん、てかまあ陰性ですよね、うん、要するに結局裏からあれこれ口出しはするけど、うん、もう編集から編集長的な立場では動かないと、うん、で85年にポルターはウォーゲームをだから売っちゃいます人に、うん、で今度コンピューターゲームのちょっとこう色気を出してゲーム雑誌なんかを作っていて、89年にコンピューターゲーム雑誌というとちょっと遅めですね。遅いですよね。だからでしょうね、あ受けてるからやるかみたいな。なるほど。で活動ファミリーゲーム市場にも拡大したと、うん、なんか意外とやり手なんですね。でバトルプランという雑誌も作りました。これはダイガも協力してくれます。この頃はダイガまた復活してますからね、ゲームからあんまり距離を置いてましたけど。でデザイナーとしてのキースポルトはナポニックだの南北戦争のテーマで成功してますと。でこの影響は今後10年の興味を引く問題だと。つまりここでこの当時の現代で一回終わってるわけですね。で今日はここまで。実際どうだったのその影響は今後に。いやゲーム界衰退してるからねこの後まあでも ST も 3W のウォーゲームもあるからって気はするけど、これ時代中に市場縮小していってるわけですよね。そうですよね。もうそういうことはあんまり書いてない。書いて、ここでは書いてないですね。ただまああのパーラの興味から言えば別にコンピューターウォーゲームであってもいいっちゃいいはずなんですよね、うん、あのやシリアスなウォーゲーミングがどうこうっていう話をずっとしてるわけで、ボードゲーミングのじゃなきゃいけないってことは本当はないわけですよ、うん。ね、あそっか、こうレビューでちょっと抜かしてるけど、これ途中であのロールプレイが台頭しているとかそういう話がちょっと出てます、うん。それがあのゲームの新しい間で停滞したって時の後で、81年82年あたりで、ダニガン・サイモンセンチームの下での活動は運営を取りやめて、 SPA あのファンタジーロールプレイングシステムダンジョンズドラゴンで有名な TS の引きすがりだって書き方してるんで、まあその辺で語ってるんでしょう結局。まあまあそうです。じゃあまあ TSR は結局もう完全に勢いで買っただけでもう何もできなかったわけじゃないですか。そこの D&D ねダンジョンズドラゴンズだからね、TSR も今こんなになるとは思わなかったわけで、この頃いやすごいですよね、うん、まさかこんななんか D&D が完全復活ししかも一強になるとみたいな感じです。うんと、そうだわ、 PC ゲームとか好きじゃない好きではないんでしょうね。パラさんなんかあんまりいいこと言わない、うん、あの PC ゲームと TRPG に対してはなんか、まあ、TRPG は関係ないでしょう。関係ないから冷たいです、ね、まあでもコンピュータシミュレーションゲームは別にその本来の文脈で言えば全然関係あってもおかしくないと思うんですけど、うん、でもまああんま語られてないですよね、うん。まあ、この本がボードゲームのことだからっていうことであえて除外してなくはしませんけどね、本人がやってないかどうかは分かんないんで。でもそうだよね、アバラヒルが手掛けてたよとかそういう話書いてないですからね。それなんか全然バランスオブローでしたっけ、うん、とか触れたっていいと思うんですけど、うん、でも触れてないですよね。だから次回と次回でボードゲームで多分終わります。その後なんかゲームの理論、あゲームの理論じゃない、あのウォーゲームのなんていうんだ、システムの分析的ななんかそんな章があったはず。よい終わりが見えてきた。いやそれだと本当は思いかなんか別のもあるんだけど、まあでもそこまではもうやらないつもりで、歴史がちょっと細かく書いてるから長くなってるし、
雑誌に付録でついてきたウォーゲームって、ずっとまだ保存されてたら残ってるんですか？あんまり残ってないんですか？残ってるでしょ。残ってる、まあ、個人所蔵になってるはずだから、うんうん、全部持ってる人はいないと思うけど、かなり持ってる人はいると思いますね。私なんかあんまり持ってないけど、いやあれ全部あったら家が家作りますよ多分。だって年間12冊出るとして、まあ無理としたけど6冊出るとしてもう30年とかでそれが3社ぐらいあるから、まあ多分誰なのが最初に作った頃のなんかアメリカでも行かないとないでしょうけどね、うん、プレミアムには普通になってると思いますけど、うん、まああるはあるはずですよ、ね、ただ一括して保存してるとこ多分ないだろうな。誰かアメリカに手紙書いてこうアーカブユに、まあ、送ってもらうっていうか買わせてもらうぐらいのことが本当はした方がいいんでしょうけどね。でも SP は潰れちゃったしな、うん、アバロンもバロンヒルももはやあのギリギリブランド名には残ってるんでしたっけ？もう残ってないかな。ディプロマシーってアバロンヒル名義で行きます。 今どうだ、ディプロマシー今どこ名義なの？あとあれあのビトリアルホンダヒル、あれはもうなんかなってないんじゃないかな。あれあの辺がなってないならもうないでしょうね、うん、新しいアクアイアはなんか どっかだから出したりして、どこでしたっけ？アクアイアはない、ね、あれってそもそもハズブロじゃないですよね。ないライセンスだけ出しただけど、あれはどういうふうに、あそうアクアイアもそうか、アバロンヒルメディアだったのか、うん、そうかディプロマシー元々が別にアバロンヒルのゲームだったわけじゃないから、ね、ないですね、うん、デザイナーが違う人だから全然関係ない会社ですもん。すげえ2013年月でホビージャパンが輸入販売しているって、うん、ホビージャパンまだやってたんだディプロマシーですよ。ディプロマシー、あそうですね、一時期輸入してましたね。ディプロマシーはハズブロになっちゃってますね。あハズブロ名義なんですね、うん、もうブランド名すら持ってないと、持ってないと、うん、しかしハズブロの名義でディプロマシー買いたい人どんぐらいいるんだろう。そうねそうですね、全てがあの全てを初ブロが買って台無しにしていくという